スルーした人のスポンジ店、高評価した人のスポンジ店。ブラスポンは確かにいいかもしんないけど、別に普通じゃないと思ったそこのあなた。これを見ても同じことが言えるかね。結局序盤で絶対自作ずれずれかびってよね。岸田政権万歳とコメントした人のスポンジ店。いきなり金インコットが入ってるだと、次のチェストにはネザライトが入ってる、すげえ。次のチェストにはダイヤ、うおおお。最後のチェストは、あ、海に返してあげよう。なんでとは言えないけど、チャンネル登録と高評価した人のスポンジ店。すげえ、チェストの中身豪華すぎる。これで私も全サーバー1位だ。実はこの動画のどこかに隠れよし姫がいます。見つけたら天才です。